皆さんこんにちは、森永まーやです。本日は熱戦が繰り広げられている2019ヤングジョッキーズシリーズ特別企画として JRA 所属三浦康生騎手にインタビューします。いや本当出だしから良かったですし、本当たくさんいい馬騎乗依頼いただいて、もったいないレースだったり勝てたんじゃないかなっていうレースは多々ありましたけど、その中でも、この数字を残せてるってことは、本当に関係者の皆さんに感謝してます。あんまり意識はしてないですけど、とにかく一戦一戦、大事に、乗ってる結果が、今6位っていう位置にいますけど、本当に上にいる諸先輩方本当すごい方ばっかりですし、その人たちに負けないようにっていう気持ちでいっぱいです。僕はお父さんと一緒に大井競馬場に行った時に、ポニーに騎手の格好をして乗るっていうイベントがあって、5歳の時だったんですけど、そこに行って、そのイベントに参加してからもうずっとこれになるって言って目指してきたのが騎手だったんで、物心ついた時って言ったらおかしいですけど、気づいた時にはもうずっとジョッキーを目指してましたねって親は言ってましたけど5歳ですよ。僕は覚えてないんですけどそうですね、気づいた時にはなんか家族もそうでしたし、周りの方も僕が騎手になるためにいろんなバックアップをしてくれてたん で、そうですね、騎手以外考えたことはなかったんで、やっぱ僕はずっと乗馬もやってましたし、入学した時点ではやっぱ他の同期当時何人もいましたけど、よりかはやっぱ騎乗できる騎乗技術はある状態で入学してたんで、騎乗技術だけでは他の同期には負けたくないなっていうふうにはずっと思ってましたけど、デビューの時から本当に、バックアップっていうかすごい感じてましたし、結果でとにかく答えなきゃいけないなっていう焦りもあったんですけど、本当このレースに関しては一番覚えてるぐらい、2500m だったんですけど、道中の感じとかもなんかこのレースが一番鮮明に覚えてるっていうか、なんか自分の中での初騎乗っていうとなんかどっちかというとこの初勝利のレースの方がイメージが強いですね。当時やっぱそのデビュー年だったんで、2歳新馬を乗るってことがあまりまだ経験としてなくて、1戦目と2戦目のこの馬の変わり方っていうのがやっぱり自分の中で経験不足だったっていうか、僕はもう前行けるもんだと思ってましたし、花まで行くとは考えてなかったですけど、初戦と同じような勝ち方で勝負したいなっていうふうに思ってたんですけど、やっぱ2戦目でいきなり重賞のペースで全然思った位置取り取れなくて、かえって割り切って冷静になれたっていうか、僕らって馬に教わるってやっぱ多いっていうか、本当今までずっと騎手として乗ってきても、やっぱ馬にいろいろ経験させてもらうってことは多々あることなんで、その時にやっぱり馬からもう落ち着いてって多分勝手にそう教えてもらえたのか、よくよく見てもやっぱフィスペトルっていう馬はすごい活躍して、その後も活躍した馬ですし、やっぱ力ある馬でそういう重賞を乗せていただけたってことがすごい大きかったですよね。いや僕はそんなしてないですけど、やっぱそれこそ周りの方がすごい、当時取り上げてくれてて、その取材するたびにそれを言われるんで、勝手に意識はしてますよね一つこう競馬界の名前がこう残るっていうのはやっぱり自分としてはすごい嬉しかったですし、ただ今思ってもやっぱりそのあの記録を持ってたのが武豊さんだから、こんだけ自分も取り上げてもらったっていうか、その後の武豊さんが作ってきた重みっていうか、その1年目を抜かしてもらっただけで、当時はすごい嬉しかったですけど、これからが大変だなっていうふうにもその時は思いましたね。出だしがやっぱ自分でも思うぐらい良すぎたんで、このあとこの周りからの期待に応えていけるかっていうか、それはもう記録達成する前からやっぱ自然ともう時期的に達成はできるって自分の中では確信してるものはあったので、
抜いてからが大変だなっていうふうには思いましたね。百姓行きたかったなって多分思ったと思いますね。あ、なるほど、まあ、大変でしたね。でも大変だったっていうか、まあ、最初やっぱり痛みの方が強かったですけど、だから僕としてもやっぱり思い入れのある馬だったんで、はい、本当に、まあ、自分としてもやっぱショックなレースでしたし、まあ、でもこの怪我から本当たくさんのことも経験させてもらったっていうか、まあ、人としても成長できたんじゃないかなっていうふうには思ってるんで、まあ、当時辛いことはたくさんありましたけども、今思うと逆にこういう感謝って言ったらおかしいですけど、この怪我をできたことによって自分今の自分があるっていうふうに思えるようにはなったんで、そういう意味ではやっぱ何事も経験なのかなっていうふうに思います。なんか自分のことよりも本当に支えてくれた、まあ、家族もそうですし周りの方たちに、なんかこの姿を見てもらって喜んでもらいたいなっていうふうに思いましたよね。まあ、もちろん僕も嬉しかったですし、まあ、それよりも本当にいろいろ支えてくれてありがとうっていう気持ちがすごい強かったんで、やっぱりそういうのをねやっぱ見せられるっていうのも騎手の一つのいいところなのかなっていうふうに思いますよね。今の自分に満足するなってことですよね。もう本当今日 これの自分より明日はもっと良くなってなければいけない、まあ、競馬で言ったら中央の競馬だったら今週はの競馬が終わって来週はもっといい状態、コンディションも自分のコンディションもそうですし、もっといいレベルの騎手になってなきゃいけない、もうずっとその毎週毎週の繰り返しですよね。やっぱりずっと同じ毎週毎週こう、まあ、マンネリって言ったらおかしいですけど羨ましいなってよくみんなで乗れない僕らはよく喋ってます。いやいやいや、もうちょい若かったらな参戦したいな。いや本当にやっぱりそういうポイントを争うって日本で言ったらワールドオールスターって聞いたり、はい、僕も初めてこの間参加させていただきましたけど、やっぱり他の普段のレースとは違うっていうか、うん、抽選で決まった馬をやっぱいかに料理するかっていうか、いかにその馬の自分のレベルで上の着順に持ってくるかで、ジョッキー同士のポイントを争うっていうのはやっぱすごい楽しかったですし、それをこの若い時に経験できるっていうのは形が違えど中央地方混ざってってことなんで、やっぱりすごいいいイベントっていうか一大イベントだなっていうふうに思いますよね。参加したくてもね僕は参加できないんで若い力で本当競馬界全体をね盛り上げてもらえるように、僕らも負けないように頑張りますんで、頑張ってください。ありがとうございました。